こんにちは。前回までは種からまいたベビーハイグロシードが一面になり、水を入れて他2種類の水草を植え付け、とりあえずの完成になりました。今回はそれから1週間経過したボトルの様子を見ていきたいと思います。水草のみで生態やエアレーションを入れず、毎日様子を観察しておりましたが、数日前から濁り始め白濁してきました。原因はバクテリアが活性化してないと思われます。他のボトルでは基本エアレーションしなく、砂利装置のみで水が濁ったことはありませんが、今回早めにこの濁りを取るべく新たにろ過フィルターを導入したいと思います。ボトルに合わせた細いろ過器とエアポンプです。もともとエビの稚魚のボトルにと思って用意したもので、水の吸水部分は小さいエビを吸ってしまわないようにスポンジになっているものにしました。中は細めのストレーナー、上下2層式になっていて、上はろ過素材、下がエアが出るストーン。小さい水槽の場合、下だけのエアストーンのみで使用することができます。上の中身はセラミックのボール状のろ過剤、バクテリアの活性化を促します。今回は1本につなげ使用します。ここにエアチューブを挿します。そしてエアを送出するエアポンプ、一番小さい30センチ以下の水槽向きです。非常に静かな動作音のものでした。こちらにエアチューブを挿します。ここで気がつきましたが、チューブを買い忘れました。そしてひとっ走りしてホームセンターで買ってきたチューブ、それとついでに二股を見つけたので、すでにろ過器を導入しているボトルと分けて一つのポンプで賄おうと思います。メダカとエビは水流に弱く、現状ポンプのエア量を軽減して使用しているので、2つに分ければ軽減が少なくなり、ポンプへの負担も少なくなるかなと思いました。ボトルまでの長さを測り、ホックまでとろ過器までの2本を作っておきます。飼育水でろ過器を手洗いします。チューブをろ過器につけて、反対側を二股コックにつけます。そして短いチューブを二股コックとエアポンプ本体につけます。それぞれ2つ別々にエア調節ができるようになっています。こちらはすでに使用していたポンプ、チューブをここで狭くすることでエアの調節をしています。このポンプは他の場所で使用するため外していきます。調整器具もポンプと一緒に外し、こちらのポンプで2つのボトルに分けていきます。次はろ過器をグラスの中の側面に吸盤で貼り付けていきます。できるだけ目立たない場所を探してつけます。
水草を挟んでしまいそうです。こちらにピタッと。下の方は手を入れると水が溢れるのでピンセットにて貼り付けます。こんな感じにボトルの形状に合わせて斜めになりました。そしてチューブが不安定に浮いてしまっているので100均でこんなものを買ってきました。ケーブルをまとめるシリコン、チューブを通して裏が両面になっているのでグラスに貼り付けます。とてもスッキリしました。排水口のとこまで水を継ぎ足します。エアーをオン。後ろにある元々のエアーの方が勢いが良いです。ホックの開くバランスを変えて、こちらを強めにしました。立ち上げ時の時には入れてなかったバクテリア剤も入れておきます。これでまたしばらく経過観察をしたいと思います。
一回ね、殻から出るよ。